市の悩み相談室ウォーキング専門店フラット仙台東口店の佐伯でございます。えー、本日は皆さん靴ぴったり履いてますかということでちょっとご案内したいと思います。えー、ご来店される大体の方が靴をゆるく履かれています。えー、サイズが大きい方、えー、靴自体が柔らかい方ですね、あと大きい方、あとは紐をですね、緩めている方が非常にいらっしゃいます。えー、例えば、紐を緩めている方、 そして、靴大きい方そして、外反母趾膝が痛い方典型的な歩き方ですね、えー、こういう風に普通は通常かかとからついてまっすぐ降りるんですが、えー、かかとからついて次にぐーっと内側に倒れたのもこう歩いてしまうんですね、えー、その根拠となるのはここの足の脇によく歩き方はまめとかタコできているんですがま、えー、っすぐこう抜けないでこういう風に曲がっちゃうんですね、えー、そうしますと、まあ、ちょっとこの骨あるんですが えー、内側にこういうふうにこう倒れますと、えー、ここの膝、これもこう、常にぐらぐら動くんですね、こういうふうに歩くとこう、えー、こういうふうに歩くんでこう、まっすぐ歩けばこういうふうに膝ってはしっかりこう曲がるんですが、えー、ここ、内側に倒れながら歩くと、この,この上の方がこうがシギシと骨がきしんでしまって、変形性ひざ関節症になる、そういった歩き方になってしまうんですね。 ですからしっかりこ,このかかとを押さえて、えー、崩れたアーチはここに補正してですねこういうい中敷きでぐっと支えながらそしてしっかりとした靴で歩くそうしますとかかとからついてしっかりまっすぐ歩くことができるんですね要はここに不安定を作ると上も不安定になって常に膝腰に負担がかかってしまうということになります。 えー、皆様もですね、しっかり、えー、靴を測って、えー、ちゃんとした靴、えー、ぴったりとした靴履いてみてはいかがでしょうか皆様のご来店をお待ちしております。